アフロディシアスは、トルコ南西部にある、紀元前3紀元前2世紀に築かれた都市の遺跡であり、2017年の第41回世界遺産委員会で世界遺産に登録された。トルコ南西部、メンデレス川の支流モルシヌス川上流にあるアフロディシアスは、紀元前3世紀に築かれたアフロディーテ神殿と、その1世紀後に築かれた都市からなっている。アフロディシアスの富は周辺にある大理石を輸出することでもたらされ、彫刻家によって作成された美術作品もその助けとなった。都市の大通りは、都市機能を司るいくつもの大型建造物が立ち並び、そこには寺院、劇場、アゴラ、二つの浴場が含まれている。世界遺産としては、城壁で囲まれていたアフロディシアス考古遺跡と遺跡の北東にある大理石、採石場の二つから構成されている。現在も人が住むゲイレから東へ約 1km に、かつての城壁が今も残っており、農地が城壁を囲むように存在している。1961年以来行われている発掘調査により多くの建造物と芸術作品が発見され、その多くは遺跡の博物館で展示されている。南北を貫く大通りを中心に、古代ギリシャローマの伝統にのっとって、5番目上に区画が配置されているが、アフロディーテ神殿、アウグストゥス記念堂、競技場、劇場は5番目から外れている。私壁アフロディーテ神殿四面門劇場北のアゴラ、議会場彫刻形の仕事場南のアゴラアゴラの門、ハドリアヌス浴場はシリカアウグストゥス記念堂競技場。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。アフロディシアスの歴史は同期時代に遡る。本格的に都市ができ始めたのは紀元前2世紀でメンデレス川沿いの急激な都市化の一部と見られている。それに前後してそれ以前に存在したアフロディーテ神殿の周りに5番目上の町割が形成されていった。後に女神アフロディーテへの関心を背景にスーッタ、ユリウス・カイサル、初代ローマ皇帝、アウグストゥスなどによってローマ帝国との関係性が高まっていき、その結果ローマ元老院から税の免除を許可され、近隣で産出される大理石を用いた美術、彫刻の名声で知られるようになる。アフロディシアスのアフロディーテの重要性は、帝政ローマから東ローマ帝国時代まで引き継がれ、キリスト教が国教として受容された後も500年頃まで異端の神殿として維持され続けた。7世紀初め、アフロディシアスは地震に見舞われ、その被害の補修は部分的なものしか行われなかった。その後街はスタブロポリスと名を変え、1078年までは東ローマ帝国領であり続ける。11世紀から13世紀にかけてメンドロス川沿いの都市はセルジューク朝に征服され、その一環としてアフロディシアスの住民も急激に都市を離れていった。14世紀にはメンテセのベイリクの支配下となり都市は完全に放棄される。1413年にオスマン帝国のメフメト2世がメンテセにとって変わり、15から16世紀の間に本来の肥沃な大地を求めて、ゲイレの村がアフロディシアスの遺跡の上に築かれた。1957年の地震で地滑りが発生したことを受けて集落が現在の位置に移動したことで遺跡が発見され現在に至っている。ABCD センター、ユネスコワールドヘリテッジ、アフロディシアス。ユネスコワールドヘリテッジセンター、2019年7月12日、閲覧。ありがとうございます。